仕方がない。それって変えてやれ。そうですか。円熟はテレビでその悲惨な状況を見ていて、今まさに今日から録音を始めようと思っていたその歌に特別な言葉を加えて日本を応援するための歌としました。今回円熟が日本に参りましたのは、もしかしたらこの歌を直接日本の皆様にお届けするのが最も大きな目的だったのかもしれません。